持ち帰りでいいですか。あ、持ち帰りで、あ、こんにちは。ちょっと寄らせてもらったんですけど。はい、ありがとうございます。ツイッターもや、あ、インスタグラムやってます。はい、ツイッターもやってますけど。あ、本当ですか。じゃあちょっと後で登録します。はい、ありがとうございます。なんか、何がおすすめですかね。なんか。おすすめはもう、あの、あ、いや、ホトドッグ屋なんですけど。あ、全部なんですか。じゃあ、JB's スタイルドッグ。はい、ありがとうございます。ね、可愛いワンちゃんが。持ち帰りでいいですか。あ、持ち帰りで、はい、お願いします。コーヒーとかレモンスカッシュ。ま、毎日ここでやられてるんですか。それ以外はもうインスタグラムとかで、はい、あーあー、はいはい、今流行りのあれですね。はい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 。福渡り、まあ竹部町ですね。この辺は竹部町の老人福祉センターの川を越えての位置にある場所なんですけど、ゴールデンウィークだけここの場所でやってるそうなんですけど、それ以外はね、いろんな場所でやられてるということですね。まあ、詳しくはインスタグラムということで。あれですか、もう基本的にはあの岡山 市内とかですか、あのいろいろいろんな場所でいろんなところでやってみて、その手応えとかそういう感じを見つけたら、まあ、どっか建物とか考えてみたいと思うんですけど、はいはいはい、オートバイ乗って遊ぶよ、ね、あ、そうなんですね。オートバイでいろんなとこ行った時にね、なんかちょっとこういう、ね、あ、いい場所あったらな、あったらいいな、はい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 、はい。めちゃめちゃでかいね、うん、これね、生地がフランスパンなんですよ。すごい、なんか昔ながらの、なんていうかな、これホットドッグです、ね、まあなんかカレーのキャベツのカレーが昔ながらの、はいはい、美味しそう、こんな感じ。これで早速いただきます。
白めちゃめちゃでかいです。いただきます。うんうんうん、もう生地でも結構柔らかいね。これフランスパン硬いかなと思ったんですけど、サクサクしてます。うん、あ、美味しいですこれ。うん、このウインナーのまたパリパリ感とこのフランスパンのまたなんだろう、柔らかい感じ、柔らかいのちょっと弾力がある感じ、ちょうどマッチしてるかなと。うんうん、この懐かしのホットドッグって感じですね。うん、で懐かしのホットドッグなんだけど、やっぱこの生地がフランスパンなんで、またちょっと変わった感じですね。キャベツが、うん、キャベツが結構ね、いい感じだから、キャベツがね効いててね、うん、美味しいよ。美味しいし、あの店員さん結構ね、なんか見てなんかね、結構ね優しくて、うん、すごい丁寧だったんで、あ、うめえな。うん、でまた来たくなるような、うん、なんか雰囲気出してくれたし、まあ、ワンちゃんがねすごい可愛かったんだよね。これまたね、店番してるみたいな。うん、おいしいでしょ、すごい。おいしい。うん、これはソースも中に入って、いやこれね、バイカーの人にとか、うん、目的でね、うん、ツーリングでそうそうそう言ってて、ね、立ち寄ったら、うん、もちろん食べるとこあるけど、今回はまあ車の中でね食べてみました。雨降ってるしね、すごいいいと思います。まあ一番高くて500円だけど、下を選べばいろいろあると。あとレモンスカッシュとかオレンジジュースとあるし、それね食べながら飲めたりとかするからね、まあ、詳しくはインスタグラム載せてますね。どこでやってるかっていうのもそちらの方で情報書いてます。よろしくお願いします。まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。たまたまですよ、たまたまこういうとこで見つけるっていうなかなか目線いかないからね、ここね。はい、まあ、そういう隠れスポット的な感じでまた、案内しようかなと思います。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも